こんにちは、ガーデンプランスの宮越です。今日はおしゃれなままできる外交費用のコストダウンについて解説します。ガーデンプランスでもご相談いただくことが多い約50坪の敷地のオープン外交でプランを考えてみました。とにかくコストを抑えることを重視したプランと、デザイン性にもこだわった憧れプラン、そしておしゃれなままコストダウンした欲張り外交節約プランの3つのモデルプランを使って外交節約テクニックを解説しますので、外交工事を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。まず見ていただきたいのが、コストを抑えることを最優先で考えたプラン。とにかく雑草が生えないようにしたい、雨の日の泥汚れを防ぎたいといった必要最低限の機能性とコストダウンを重視するなら、こんな感じのプランを提案されることが多いと思います。車2台分の駐車場と玄関アプローチの部分をまとめて土間コンクリートを打設しました。そして残りのスペースは砂利敷きでコストを抑える。デザイン的には非常にシンプルですが、機能的には十分です。車を3台停めることも可能です。気になるこのコスト最優先プランの見積もり金額は約150万円。この敷地の広さで土間コンクリートの舗装となると、このくらいが相場なんじゃないかなと思います。ただこれだと雑草や泥に悩まされることは少ないですが、シンプルすぎると感じる人も多いと思います。次のプランでは、必要最低限の機能性に加えて日々の使いやすさ、暮らしやすさ、そして見た目のおしゃれさも叶えた憧れプランを考えてみました。このプランの見積もり金額は約280万円。一つ目のプランから130万円も上がるのと驚く前に、まずは何が違うのかをご説明します。見た目のデザインの違いは見ての通りですので、機能面を中心にお話ししていきます。まずは駐車場、車2台を土間コンクリート、そして門柱の前に横向きで道路に対して10列で3台目も駐車可能です。車を3台所有という方はなかなかいらっしゃらないので、来客用の駐車場としてはこれで十分かなと思います。次は門周り、門柱は玄関の目隠しも兼ねることができる、この位置に造作門柱を設計しました。建物がシンプルなので、タイルは石のテクスチャーの入った個性的なデザインのアイコット龍馬のセロ2というタイルを選びました。こういう石柄の個性的なタイル、今人気です。玄関ポーチはハウスメーカーで作ってあることも多いので、今回はその玄関ポーチをそのまま使っています。玄関ポーチ階段の一番低い段をそのまま横に広げて、建物脇の犬走りへフラットにつなげました。実はこのスペースを設けたことで、建物を深木曽にする必要がなくなるんです。先ほどのコスト優先プランだと深木曽が必要なので、その分の費用が建物工事の時にかかります。でも外構の設計次第では不要ということは、早めに外交計画も進めていれば、深木層を入れないという選択肢を取ることができるんです。そしてその分を外交のデザイン、例えば仕上げをタイルなどのグレードの高いものにしたりと、有効に活用できるというわけです。深木層を入れる最初のプランだと、縦に3台駐車することができます。深木層になっているので、車を家ギリギリまで止められるというところはいいのですが、普段3台駐車しないということであれば、ちょっとスペースがもったいないかなと思います。さらにこの玄関ポーチの一番高いところと地面の段差が70センチぐらいあるので、足を踏み外しそうで怖いな、子供が落ちたりしないかなと心配にもなります。手すりをつけるとそれだけでも数万円は追加になるし、手すりの機能しかないのももったいない。それなら玄関前にタイル張りの門柱でデザイン性もアップするし、壁にもなる、ゆったりと階段で降りることができる門周りの方が安心でおしゃれかなと思います。そしてこういうシンプルなお家こそ植栽が生えるので、植栽スペースも確保します。道路側、門柱側、建物側の3箇所に三角形を描くように木を植えると奥行き感が出ておしゃれです。玄関アプローチ階段の横には駐輪スペースを設けました。一つ目のプランでは特に駐輪スペースを設けていないので、どこにでも止められますが、どこにでもというのは実は使いにくくて、日々のストレスの原因になったりします。私もやられたことありますが、個人宅から自転車を盗む人っています。自転車がどこからでも丸見えなのって防犯上良くないですし、お子様は特に適当に止めてしまって、家の前が散らかった印象にもなります。ここが駐輪スペースと決めるだけでも整理整頓はしやすくなります。家の中の片付けと同じですね。サイクルポートやサイクルラックがあると片付けやすいし、すっきりまとめることができます。このプランではリクシルのカーポート SC ミニというサイクルポートを選びました。モノトーンのお家に似合うかっこいいサイクルポートです。駐輪場の手前には低めの壁を設けました。自転車だけじゃなくて、お子様の三輪車とか外遊び用のおもちゃなども隠してすっきり見せることができます。東洋工業のイグリートという化粧ブロックで作っています。横に細長いデザインと濃いめのグレーが建物のデザインによく似合いますよね。
そして階段のブラウン系のタイルと毛込みの黒いラインが空間を引き締めるアクセントになっています。門周りを目立たせたいので玄関アプローチの舗装はあえて土間コンクリートでシンプルにしています。このプランで約280万円、いいプランだなとは思いますが、まあ、やっぱり最初の150万円を聞いた後だと高く感じますよね。130万円の差額は結構痛い。というわけでいよいよ本題です。この憧れプランからなるべく機能性も見た目も損なわずにコストダウンできないか考えてみました。3つの外光節約テクニックを解説しながらプラン紹介していきます。コストもデザインも追求した欲張りプランはこんな感じ。外光節約テクニック1つ目、素材や商品を変える。このプランで変えたのは4点。まず1点目が玄関アプローチの階段の仕上げをタイルからモルタル仕上げに変えます。これで17万円コストダウンできます。毛込みの黒の塗装だけでもメリハリのあるかっこいい階段になってますよね。そして2点目、サイクルポートを変えます。カーポート SC ミニからネスカに変えると20万円のコストダウン。シンプルなデザインなのでパッと見のモダンな印象はそこまで変わってないんじゃないかなと思います。3点目は目隠しの壁をフェンスに変えます。YKKAP のルシアスフェンスライト B1 型フレームタイプのフェンスに変えると10万円のコストダウンになります。自転車を隠すことはできなくなりますが空間を仕切る効果はありますし、黒のラインがデザインのアクセントにもなります。4点目は門柱の仕上げをタイルから塗装に変えます。これで15万円のコストダウン。門柱のサイズはそのままなので門周りのボリューム感は保てていますし、濃いめのグレーは汚れが目立ちにくく重厚感もあります。外光節約テクニック1つ目の素材や商品を変えるでは合計57万円コストダウンできました。外光節約テクニック2つ目は減らす。このプランで減らしたのは2点。1点目は土間コンクリートの面積を減らしました。使い勝手の良さを保つために車が乗るエリアは土間コンクリートのままにして周りのコンクリートを減らすのが正解です。これで6万円のコストダウンになります。数年後にカーポートを設置したいという場合でも周りを砂利で残しておくと撤去の無駄がないのでおすすめです。ただし砂利にする部分は防草シートも敷いて雑草対策はしっかり行いましょう。雑草を完全に防ぐことはできませんが引かないよりはかなりマシです。2点目は植栽を減らしました。運搬や植え付けが難しい高木を1本だけ残しています。これで22万円コストダウンできます。外光節約テクニック2つ目の減らすでは合計28万円コストダウンし、2つ目の憧れプランの280万円から比べるとすでにほぼ100万円マイナスできています。外光節約テクニック3つ目は後からできるところの工事をやめる。数年後のリフォーム工事でも無駄が少ない内容や DIY でできるところは工事をやめるという最終手段です。ネスカに変えたサイクルポートをやめるとマイナス17万円、鉱木1本もやめるとマイナス9万円、そして最後に駐輪スペースを区切っていたフレームフェンスをやめるとマイナス6万円、合計32万円のコストダウンになります。これで見積もり金額は158万円。一番最初に紹介したコスト最優先プランいくらだったか覚えてますか？そう、150万円です。ほぼこのプランと変わらないですよね。今のこの状態に DIY で植栽とゴロ対象を追加すれば同じ敷地同じ予算ですが仕上がりの印象はだいぶ変わります。コストダウンのコツは変える、減らす、やめるをこの順番で考えること。金額を大きくコストダウンしようと思ったら何かを丸ごと諦めてしまうのが手っ取り早いです。でもそれだと理想を実現するのはどんどん難しくなっていきます。なのでまずは機能やデザインの理想をきちんとプランナーに伝えるべきです。例えばこの敷地の場合、一番最初の打ち合わせで外光予算は150万円、雑草は嫌だから土間コンクリートで舗装したいとだけ伝えてしまうと最初のコスト優先のプランが出てくると思います。これがスタートになるとなかなかデザインを重視したプランへの変更案は出てこないです。デザインにもこだわりたいと思っているならそのことはきちんと伝えて、多少予算を超えていたとしてもデザイン重視のプランを見てそこから変えて減らして削減していく方が満足度の高いプランになると思います。ということで外光節約テクニックについてプランを見ながら解説してみました。予算を無視はできないですが、やっぱりできるだけ欲しいものを諦めてほしくはないです。今回紹介したポイントを踏まえて後悔しない外光計画になれば嬉しいです。ガーデンプラスでは新築リフォーム問わず外光工事のご相談お見積もりを全国無料で受けたまわっております。気になる方は概要欄のリンクからサイトまでアクセスいただきお問い合わせください。このチャンネルでは外光工事に関する情報を実際の施工事例写真やイメージ図面を用いて分かりやすく解説しています。外光工事を検討中の方はぜひ他の動画もご覧ください。